なんていうんですかね。まあ、身内びいきで話することもあれば、なんていう、格闘技やってる目線で見て、実際のとこそんな強くないわって思うのはめっちゃあるんですけどね。だから、なんかそのブレイキングダウンでも見とって、この人めっちゃ強いってみんな世間一般で言うじゃないですか。でなんかも、質こっ問ちし目てま線しでた。見たら、全然強くないとか、めっちゃあるんですからね。だからさっきで言う下見白さんが川島さんに言ったみたいにってことですよね。あ、ジャッキ君が弱いって話ですか？あんあ、ジャッキさんも弱いって言ってたんでしたっけ。言ってないよね。川島君が弱いは通過点で、着地点はジャッキ君が弱いで言ったからね。話ねじ曲がりまくって3週ぐらい回ってますよ、それ。あ、じゃそれで思い出しました。みんな大好き、ジャッキさん対外へもさん、これはどちら？ジャッキ君勝つかなと思うんですけどね。外平君、みんなめっちゃ強いって言うんですけど、ほんまに勝負そのこまでのレベルあるんかなって言ったら、そんな、な感僕じはするんで外す。辺も強いと思わないですけどね。俺言いもますそう。ね。二人とも言いますね。ナツさんが出た天狗だ、あれだ、誰とやったんでしたっけ？ラージハイ。ラージハイあにんな、ダウン。あんなにやられてる時点でも、多分やばいです。ヤンキーキャラやってからちょっとブレてますね。今の外ヘブ君の段階で言ったら、みんながちょっと持ち上げすぎてる部分はあると思う。それは今の段階で言ったら、まあ、それなりの強さはあるとして、それ以上に持ち上げすぎてるから、なんかちょっとバランスがおかしくなってる。まあまあ確かに。ブレイキングダウンってこういうのがあるから、実際のレベル、だから、飯田君とかそうやね。そこまでやのに持ち上げられすぎて、おかしくなってる。なるほど。じゃあ、今度もジャッキさんがなんかその、正すというか、厳しさを教えるような形になるってことですね。まあ、それでもしね、それが覆ったらもうごめんなさいじゃないですよね。謝罪してください、二人とも。まあ、格闘技やから何が起こるか分からんすからね。